機動事業は、函館式業局交通部、路線バス事業は、函館バスに引き継がれている。なお、ここでは、社名変更後の帝国電力についても述べる。安倍工人現在の路面電車大沼を水源とした、水力発電事業を目的として設立された、都東水電株式会社が、その田実徳が経営する、電力会社函館電灯省40万円で、 買収し、社名を、函館水電下部式会社と改めた後、函館馬車鉄道を買収し、電化をして、北海道発の路面電車を運行させた。この路面電車は、北海道遺産の一つに選ばれている。現存する日本最古のコンクリート製電柱を建てた、電力会社でもある。弁天町にて運送業を営んでいた、高木商事より、バス事業を譲り受け、 箱館乗利上げ自動車合資会社を設立して、バス事業にも参入。後に、帝国電力株式会社に、社名変更し、朝日自動車株式会社を合併。さらにその後、富士製紙の電力部門が、前身の大日本電力株式会社に合併した。大正時代には、周辺の電力会社の取得や、投資なども行い、八雲水田を合併、森水田、まさ水、 電を競争入札で取得、道南電気、問水電に投資。早川電力と山中電灯にも投資、旭自動車にも投資した。大日本電力への合併後、1942年4月に廃電等制令によって北海道廃電が設立され、北海道内の廃電事業は同社へと統合された。一方、電車。 バス事業はその子会社の道南電気株式会社が経営を引き継いでいたが、函館市への譲渡は監督官庁により、1942年夏頃から陸運等政令に基づき、お島海岸鉄道、大沼電鉄などと統合して一社とする用途の指導があり、困難を極めた。最終的に1943年11月1日に、 事業を引き渡すことで決着した。日本最古のコンクリート電柱水力発電所、大沼の豊富な水を利用して発電し、函館送電する計画を立てていたが、農民の反対に遭い、予定を変えて調子口から折戸川沿いに、大沼第一発電所を建設したのが最初である、以上の発電所は1965年2月3日に廃止された。 火力発電所ヤクモでは、大橋翔太郎らが、発起人となり、会社組織による、電気事業経営の準備が進められて設立したのが、ヤクモ電気株式会社である。サランベ川のユーラップ川落ち口に25馬力、4時、式水車で、出力18区場、供給電力1404キロワットの小規模な、水力発電所を設置して供給した。 需要増大に応えるべくサランベ川上流に発電所を設けた。1917年には損営化の話もあったが、買収額で否決され、経営不振に陥ったこともあり、後に函館水田へ合併することになった。東京馬車鉄道と小田原馬車鉄道の技術指導により開業した馬車鉄道である亀箱馬車鉄道のレールの幅を、 引き継いで電化したので 1372mm という珍しい機間になっている。これは現在も引き継いでいる。この機間を採用した日本で現存する路線は他に、京王電鉄、都営地下鉄新宿線、都電荒川線、東急世田谷線しかない。なお電化に際して電車に対応できるようにレールは 1m あたり 30kg のものに交換され、 強化された。新川車庫火災では再建されたが、函館大火では再建されなかった。10K39 号、30K39 号復元者、高木商事が行っていた事業を継承して、函館乗合い自動車合資会社を設立し運営した。函館乗合い自動車合資会社は後に、帝国電力に吸収されている。朝日自動車株式会社も吸収している。 松岡陸さんによる、朝日自動車は1918年10月10日に、日本初の専用自動車道路を開通させて、小風町6番地根崎間6トルを4台で営業した。昭和5年、若松町117番より根崎に路線変更する。か海岸自動車との接続もしていた。か海岸自動車は、昭和3年創立で、昭和7年に、 都道ホッケユ館を全線開通させている。昭和13年12月9日、深堀町99番地に建設していた、深堀町バス車庫が完成した。昭和53年に売却された。社会人野球球団の、函館太陽クラブ本拠地として歌詞の野球場の開設運営、ユカ遊園地の運営を行っていた。湯川遊園地は、 函館大化後は運営できず放置されていた。駒場車庫の裏にあった野球場。1921年開設。敷地1万2000坪。収容2000人のスタンドも設置した。函館大陽クラブが利用。試合や練習を見る人が電車を使うことを目論んだ。1920年、旅館経営者の岩見二郎が、湯川地区に娯楽場。 新世界を開設し動物舎や園芸館、竜宮門などを設置していた。しかし、不況により、娯楽場、新世界は1925年に閉鎖となり、その後、函館水田が経営する湯の川遊園地が昭和初期まで営業していた。将来の需要像に対応するために、冒険会社であったトイ電機へ、 札幌水力電気株式会社と一緒に九州合併予定であったが安定経営を望む地域住民の意見を受けて函館の市議協議会が反対し函館市による事業買収交渉が始まる。トイ電機とは1924年開業の函館水電より電力の供給を受けて消費者に提供する小さな電灯会社である。 この会社の資本金を1900万円まで増資して、函館水田と札幌水力電気を吸収合併させようとの計画であった。函館水田は、函館市との報送契約は合併後も尊重すると回答したものの函館市民の世論は、将来市が事業を買収することを困難にするものとして、合併反対の流れで、 水電合併反対連盟を結成して合併を阻止しようとした。函館水電自体は郊外に路面電車の進出をする考えは終始なかったと言われている。函館市内の民間資金で函館電気軌道が設立され、1927年に上磯軌道の不設請願が行われた。結局、1931年7月に 函館水田に特許された。平行鉄道路線は、国鉄上磯軽便線、上磯線。延伸により、国鉄江差線、北海道旅客鉄道江差線を経て、現在は、道南いさりび鉄道の一部区間。直接の関係はないが、大野電気株式会社による、函館市海岸町から、北都市屋差渡市までの路面電車の計画があった。 レールの幅は、函館水電と同じ1 3 7 2ト、mm、ルで、接続を念頭に置いていた。延長10マイル15チェーン、建設費は60万円を予定していた。この計画は1928年6月20日に、鉄道省及び内務省より特許が降りている。昭和4年に、丸山聖後に譲渡され、 路面電車から鉄道に変更され、大箱急行電鉄計画になる。ト田電気軌道が1927年12月31日に、銭亀沢村大技根崎村から、トイ村大技小安村座釜山まで、軌道布設を申請していたが、1931年1月に、却下されている。期間は、函館水電と同じ1 3 7 2ト、mm、ルであった。 平行鉄道路線は国鉄問い線。津軽要塞のページも参照。ありがとうございます。